えぐい写真。お気に入りのイケてるアイテムに着替えてフォトエッグでスペシャルな写真を撮りましょう。ニューチェックのアンロックがクリア条件。ニューチェックのアンロック、ちょっと言ってることよくわかんない。またてめえかよ。え、またてめえかよ。フォトエッグだ。えっぐい写真って何？え、ちょっと待って、え、かわいい。とりあえずまずはこの縦写真ね、縦写真と、あとはヘッダー用のこの写真と、ちょっと待って、インスタ用の正方形の画角は、え、正方形の画角ある？正方形画角ない。やべ、後でトリミングしないと。まあ帰りの電車でトリミングしようって。解像度高っ。正方形ガチ、帰りの電車でトリミングガチ。解像度高えな、おい。このトップスかわいい。このトップスがいいわ。このトップス、ちょ、かわいいよねこれね。今の私の服装は、あのカラフルな感じでしょ？カラフルな感じでも、一旦、ちょっとアップ、一旦アップいっとくか。え、かわいい！え、好きじゃん。撮るよ、せーの。あ、僕映ん、あ、ごめんなさい、僕映んなかった。え、かわいい！これを、あれ、これでどうやって大きくすんの？これをね、あ、これ以上ちっちゃくできないのか。なんかもうちょっとちっちゃくしてさ、ほっぺたとかで貼りたかったんだけど、もうちょっとちっちゃくして、これ以上ちっちゃくなんないみたい。じゃあ一旦待って、適当にちょっと一旦置いときます。すいません。よし、あと何がある？うわ、猫、うわ、ちょっと待って。あ、でもこれ画角からはみ出しちゃうからな。回転、え、かわいい。私かわいい。すみません、本当にごめんなさい、思わず私がかわいすぎて叫んでしまいました。あとは2時3時、2時を置いとくか。え、これなんかあれになるやつだ。加工でなんか出るよね、こういうのね。私、すいません、思わず私可愛いが出てしまいました。ちょっと待って、いろいろあんじゃん。やべえ、1ページで大きすぎた。いろいろあんの知らなかった。いろいろあんじゃん。オッケー、じゃあ次回ね、一旦これにしとこう。いっぱいあったっぽい。あ、撮影した。よし、えっぐい写真アンロックされた。えっぐい写真、よし、来た。ここ一番大事よ。まあいろんな人のね、この なんだっけ、ファッションドリーマー見てきたんですけど、このキャラメイク、やっぱりここが一番ないし、まあ、誰で行くか。そうですね、これちょっとね、これちょっと、あ、かわいすぎ、あかんわ。まずいまずい。ここ、え、姫っぽくなってきた。ここや、ここらへんや。来た来た来た、ちょっと探すわガチで。ここらへんや絶対。いや、これでさ、え、姫カットみたいなあるよな、髪型で。姫カットみたいな。アクティブ。エレガント。これや！え、みんなおる？こんなエレガントな、ダバサさん。いないでしょ。どう？かわいいでしょ。こういう子おらんでしょ。なかなか。僕が考えた
あの日本に一人しかいないダバサさん、原宿とかにいるんじゃない？おやめろこれは世界に一人や、日本に一人か。トリア、トリマー、ちょっとクソ、なんかこれ入ってみるか、フォトエッグ、フォトエッグ、ここ誰かなやっぱ、え、姫っぽくない？姫っぽくない？めっちゃ。ごめん、ちょっと待って、服装が、服装が、待って待って、一旦戻れ。ちょっといいか、まあ、始まりってことで、一旦。なんで横なん、これ。あ、これでこれで。はい。はい、チーズ。こっちなんかある？レトロ。ピュア、パステル。なし、いや、パステルは？パステルはあれか。うわ、これあれやな、女の子好きそう、こういう。あの、プリクラとか、あんじゃない？僕、プリクラ機、青春とかしか知らないからね。水彩って何？うわぁ、なんか、水墨画みたいになるの、これ。それ入れすぎたらまずいか、でもこういうんて。やばい、やばい、すごいことになった。ごめん、もうどうやって戻すんこれ。これどうやって消すん？これ消したいんやけど。これどうやって消すん？やめる。あ、じゃあこれでいいわ。じゃあ一旦これは、一旦撮影するけど。待って待って、プリクラやんプリクラやん、普通に。じゃあまあ出だしね。まだ始まりね。姫生活。じゃあプリとか。さすがに。あー、かわいい。なんか他に合うんかな、お姫様っぽい。あ、ピエール。なに、これ、なに、これ、なに。誰が入れる、これ。これ、こういうこと、こういうこと、誰が入れる、これ。これだって消すん、これ。いらんやつ。あ、これできるわ。あ、でもこういうのはね、姫はあんまり入れないタイプなんで。あ、こういうの姫いっぱい入れるかな。やっぱ姫なんで。さすがに姫っぽいか、これ。うわ、姫だわ。ちょっと見切れてるあたり姫っぽい、これ。保存しておくわ、じゃあ保存されたんやけど待って、でも姫、待って待って、えっぐい写真えぐいてー、そういうこと？フォトエッグで写真を撮る。フォトフレームを選んでね。え、待って、キュンです。こいつ分かってんな。うーわ、こいつ分かってんぞ。おい、分かってる目してる。自分の可愛さを理解している目をしている、完全に。おい、目つぶってんじゃねえか目つぶってんじゃねえか。あんなにやって、あんなにあざといポーズして目つぶってんだけど。よし、蝶々とかじゃない？いやー、隠すよねこうやってい, いるよねーこれー部分隠しおるって。
おい、本当に撮影されてるって。えっくい写真撮れたな。よし、ちょっと近づいて、で、あ、むずい、待って、ズームアウトがない。アレンジはにゃ、え、ちょっと待ってください、ポーズこんないっぱいあったんですか。いろいろあるじゃん。え、待って、ガオーあるって、ガオーって、ガオーは、じゃあちょっとソロ写真の時に撮るか、一緒に。やばいやばい、難しい難しい、映ってない映ってないやばい、屍がメインになってる、やめろやめろ、屍がメインになるな。かわいい、苦しい苦しい、私があまりにもかわいい、私かわいい、ちょっと待って、身長差がありすぎて、これはこれで一回撮影しちゃう、ごめん一回撮影しちゃうわ、これはこれで。危ない、苦しかった、苦しい、これが尊いってことか、ちょっと苦しかった、危なかった、これが尊いっていう気持ちなんだね。まあ、あの自分なんですけど、あの自分の顔が可愛すぎて僕だからね、自分に対して尊くなってるからな、とんでもない、一番やばいやつ、自分に尊くなってんの。ガオーが、待って、さっきのどうやってやんの、でさっきのどうやってやった、あ、これか、あれ待って、どこ行ったどこ行った、え、なくなっちゃった、あ、あったあったあった、うわー、ちょっと無理、耐えられない耐えられない、苦しい、あ、息苦しい、私可愛すぎて息苦しい、無理、耐えられない耐えられない、え、これで、うわー、耐えられない、え、これどうすんの、待って、これで消えた、あ、ごめんなさい、瞬身の術やったかと思った、耐えられん、耐えられない、無理無理かも、かわいいな早く出世してほしい